おはようございます。おはようございます。ではカンパニー続きをやっていきましょう。おはようございます。今日の朝礼を始めます。どんな感じ？朝の朝礼体操どんな感じでしたかね。ちょっと忘れちゃったんですけど。こんにちは。連絡事項はございますか？連絡事項は何ですか？おはようございます。何をすればいいんですか？おはようございます。おう。では工場長協の連絡をお願いします。何をすればいいんでしたっけ？おはようございます。おはようございます、社長。特別な製品を作って、待ってました。市場に投入。はい。おはようございます。窓付き筐体を作る。はい。窓付き筐体を使ってゲーム端末を1週間に10台製造することを目標にしましょう。社長、おはようございます。遅刻ですね。はい、おはようございます。何をすればいいですか？5分前出勤したんで何かください。いや、5分前出勤はね、社会人の常識で、常識だから。ご安全に。おはようございます。社長、父さんが見れると聞いて急いできました。やばいよ、やばいよ。おはようございます。そういえば2万しかないんだね。運転資金が。どこまでやったんだ？設計までしたんだっけ？設計までしたんだっけ？おはようございます、社長。今日こそ N 天堂を倒しましょう。設計はした？ABCDEE 新人は30分前出勤で老期に通報したら左遷って本当ですか？左遷ですよ、当然です。開発するぞ、開発するぞ、主要するぞ。銀行から借り入れとかできないんすか？ちなみにこれ見ると、ラックがこまめにしてるようですが、大きなラックでまとめてもいいですよ。うん、そうみたいですね。ただ大きなラックだとこう回り込まなきゃなんないのがね、どうなんだろうと思っちゃうんですよね。すいません、すっかり先週のことを忘れてるんですけど、まず窓付き筐体が必要。私の場合は1箇所に倉庫作る感じにしてます。なるほど。ついに経営顧問が出てきた。倒産回避なるか？ちょっと待って。いやー、この部品ないでしょ。窓付き筐体はいいけどさ、ダメなの？まずは従業員、視聴者にお金を配るところからだったと思います。いやちょっと待ってよ。今の部品を使ってうまくできないかな。 D の生産してたんだよね。これはかなり、これちょっと厳しいよね。D と同じ部品を使って、マネジメントに頼んだら潰れるフラグですよ。わら。D と同じパーツを使って、これは技術開発が優先だな。なんとかしたいんですけど、できないですかね。窓付き筐体で。スイッチが生産されてなかったのはここの工場が遅かったせいですか？そうですよ。部品の互換性は大事ですよね。大事ですよ。これでいってるんだよね。どう？で、メモリーバンクはある？メモリーは何を使ってる？ D は何使ってます？メモリーバンクはあるんだ。じゃあ。じゃあメモリーバンク、
で、おはようございます。鏡30万円何に使う？自分は保険に消える。保険に消えちゃうんだ。それは辛いな。回路は？回路は何？ D は何？あ、ちょっと待って。あ、ダメか。回路。でもないよりまし。プログラマブルサーキット。プログラマブルサーキット。おはようございます。今日も頑張っていきましょい。頑張っていきましょう。プログラマブルサーキット。はい。電池は拡張電池がある？拡張電源。ボタンは4つじゃないとやっぱダメなんだよ。わらわら。拡張電池はある。釈迦も考えてくださいよ。釈迦作る才能ないからな。これアピール1なんだけど。もう一個つけちゃう？電池。アピール力低。そういや、カリノが絶叫ライブやってトレンド入りしたね。低いなぁ。いい？おはようございます。おはようございます。ここの次のステージもクリアしてきました。ああ、さすがっすね。いいっすか、これ。なんかすごい流用してるけど。ん？ああ、電池。だから絶叫こそ正義なんやね。それとも表示？いや、電池。ここまで大きいもの作る必要ある？電池。いや、アピール力がない。アピール力がないってリアルでセガじゃないですか。わら。アピール力ないんですよ。弊社ちょっとアピール力が足りないんですけど。一確認。単価の低いものって作れる？え？単価の低いもの？いや、よくわかんないです。単価の社長、新規で作り直した方が良さそうです。いつも気になるのですが、市場アピール力って重要なんですかね？いや、売れる台数が変わってくるんですよね。多分値下げしないと多分これ売れないんだろうな。勝手に斧振らないで。行ってみるこれで。作ることできる？いやごめん、ちょっとボリスさん意味が分かんない。それ重要です。低いと価格下げないと1週間で売れる量が減ります。減りますよね。価格で勝負する。ここで勝負しようか。じゃあいい8000で。2個までできるモジュールあります？安かろうなのだ。これどう？すっげー安っぽい筐体だけど、これをいい8000にする。違う。これをいい8000にする。これどう？で、足りないのは何？あれ？アピール力って大事よ。そのためにイーサンとかやってるわけだし。あれ？これ LED アレついてるやん。これで窓付き筐体さえあれば。それとも凋落の始まりか。薄利多売はブラック企業の通る道。わら。そうだよ。これで窓付き筐体さえあれば、できるわけじゃん。できるわけじゃん。これでいこうよ、これで。これでいこう、これで。で、ここはもう、ライン組んだんだっけ。窓付き筐体のラインは、組んでる。じゃあ、これで行ってみようよ。これで行ってみようよ。我が社の社運をかけてこれで行ってみようよ。この薄利多売作戦で。いい8000。まあ売り上げが低くても消費者のありがとうを集めれば生きていける。そうだ。大丈夫だ、きっと。できる。俺たちはできるぞ。やればできるんだ。頑張れ。木製筐体がいらないけど、あ、まあそれは後で考えればいいか。こうして、
で、できたのを消費者のありがとうがあれば給料なんていらないよな。できたのを、できたのをここ。できたのをここ。ブブブ。社運をかけるのがローコスト機なのか、白目。できないというのは嘘つきの言葉なんですよ。そうだよ。嘘つきの言葉だよ。あれ。できるできないじゃないよ。やるんだよ。あ、なるほど。核ですくから部品を取ってくるシステムにしてるのか。これでどうよ。で、社員を1,2,3 人いればいいのかな。1,2,3 人。社長からのありがとう、賞与が欲しいです。いや、ありがとう名刺で我慢して。そこはもう感謝の気持ちを込めて、ちゃんと書くから。え、あれ、一人余ってるけど。あれ、一人余っちゃってるけど大丈夫？くれないと。どうなんだろう、これで回してみる。どう？いたずらしちゃうぞ。どう？いや、いたずらする前にね、会社が崩壊するかもしれない。赤字で崩壊するかもしれない。急いで窓付き筐体を急いで作って。なるはやでお願いします。なるはやでお願いします。で、木製筐体はもう作ってない？大丈夫？木製筐体は作ってない？2週間後には売り上げあるんですかね？どこですかね？あ、そうそうそう。売り上げといえば D8000 はちょっと値下げしましょう。市場評価が3ぐらいになればいいんじゃね？いいんじゃね？20台売れれば一緒。頑張れ。うん。僕は値下げ機能もあるのか。僕が見守ってるからね。売り上げにも潜伏期間あるのかな。僕が見守ってるからね。君の働きを。この窓付き筐体がね、大事なんだよ。さあ、君の窓付き筐体が我が社の運命を決めるんだよ。やだな。赤字額が。やだな。社長の目の前でずっと。社長がずっといるとか邪魔でしかない。わら。ずっといるっていう。この会社って人が密集していて危険にも見えるけど、外界と隔離されてるから逆に安全よな。どうかな。どう？赤字額が半端ないですよ。やばいですね。やばいですね。赤字がやばいっすね。やばいです。やばいです。どう？生産が追いつくかな。追いついてくれれば。まだ次の出荷までまだあと45秒ぐらいありますから、この E8000 の売れ行き次第でこの赤字がなんとか。ハイスペック機を作りたいです。いやハイスペック機は次にしよう。次に。やっぱね、1週間空いちゃうとね、1週間空いちゃうとね、この物流がね、もう頭からクリアされてるんで、どうしようってなっちゃいますね。おはようございます。コロナの影響 D 外界から隔離されたブラック企業、強すぎる。強いよ。やばい。やばいよ。残高やばいよ。残高。これネットでは大会社のスレでそう叩きされてそう。コロナで売り上げが下がったって役所に届けなきゃ。あれまだ赤字？まだ赤字？頑張って作って。あ、でも赤字でも。赤字でもクリアできるかも。ざわざわざわ。大丈夫大丈夫。キャッシュがない会社は倒産ですよ。わら。なんとか。
なんとか、なんとか、ここが10になればね、俺は逃げ切れるんだよ。某マックの社長みたくね、逃げ切れるんだよ。評価だけ浴びて。台数さえクリアすれば。そうそう、台数さえクリアすればね、この会社からおさらばできるんだよ。え？やったぜ。CEO TV, Voice of the Industry. We're happy to report that this CEO knows how to turn things around. やったー。いいのかこれで。逃げ切った。この国でからおさらばせ。誰も工場の場所知らないし、一度入社して帰ってきたやついないから大丈夫。逃げ切った。逃げ切っちゃったけど。社長逃亡確定。ちょっと見てみる。逃げ切った。なんか循環器系疾患で突然死しそうな従業員がいっぱいいますね。ちょっと見てみる。一緒に働くんだよ。続きをちょっと見てみる。これはクリアになるんか。クリアですよ、クリア。立派なクリアですよ。ちょっと見てみる。黒字になるかどうかちょっと見てみる。黒字になるかどうかちょっと見届けて、ここの面は終わりたいと思いますけど、どうですか。あ、どうですか、黒字になりますか。結構溜まってますよ、ほら、いい8000。いいですよ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。増えてるぞ資金。あー、いいっすね、あー、いいっすね。ほらほらほら、やっぱ薄利多売は正義だな。ほらほら、どうだ、やった、黒字になりましたよ。どうですか、私の経営手腕。あ、やったね。あれ、あれどこで見るんだっけ。売上どこだっけ。すげえ。ほらこの V 字回復。素晴らしい俺。ということで、この面はクリアということで。おお、さす社長さん。これは社員にボーナスですな。ボーナスですよ。よし、次だ。マップに戻ります。社長、我ら従業員どこまでもついていきますぞ。この会社では働きたくないでござる。株買っとけばよかった。ボーナス支給だ。山一証券やシャープの経営陣見てるみたいでした。ここかな？メリーゴーランド。政府が新しくいくつかの建物を提供してくれました。それがただの建物ではないです。次から楽しいツールが。昔、未来志向のベーカーが、ここでベルトコンベアを発明したのです。ほうほう。ここで心温まる機械音が響く日が来ますように。実はやり手の社長だった。ケースモジュールのどれかが搭載されたクリーニング機。クリーニング機なんですね、次が。はい。少なくとも1週間に10台。ベルトコンベア来たー。はいはい。あ、ベルトコンベアですか。ちなみに次の面はテストプレイしたのですか。次の面はね、チーッとやっただけですね。チーッと、やばくね、ここっていう感じ。少なくとも1週間に20個の製品。はい。最低1の電池寿命が搭載されている製品のどれかを少なくとも1週間に20個か。さっき10個がギリだったよね。まあやってみましょう。はい。エクエの、ん？家ん？大丈夫なん？心温まる機械音。どんな音？今、寂れてしまったけどって何もないけど。リンダちゃん。はい。おばあちゃんがベルトコンベア、あ、これですね。ベルトコンベア。これ、動かせるんですか？ん？動かせない。本当だ。ベルトコンベアがある。わら。リンダちゃん。リンダちゃん。ハスハス。ちゃんと、勝手に倒産しないでって叫んでね。わら。デクレアバンドを使えば。ほうほう。なるほど。ロボット市場を新規に開拓しましょう。はあ。基盤である部品の在庫を増やす必要があります。モーターモジュールを着実に生産することから始めた方が良さそうですね。移動カテゴリーのモーターモジュールの生産を始めましょう。少なくとも1週間に20個。結構大変ですね。
新しいベルトコンベヤーを使っても良いかも。ほうほう。じゃあ、お団子2個なの高得点。ちょっと見てみていいですか。あ、ここにもありますね。購入エリア、販売エリア、販売エリアが2つもある。これどこまで続いてるんですか。うおー、長いね。っていうかさ、俺さ、これ売りですね。売り土地ですね。中入れないですか。入れないですか。鍵ぐらいくれないですか。あ、これも売り。こっちは広いですね。広いってこと。これアトラクションにするんじゃダメなの。これ広いってさ、こんだけやの土地を使わないと新しく作れる場所か。クリアできないってこと。いや、これちょっと波乱ですね。これ2週間ぐらいかかるんじゃないですか。真ん中に集約する形か。物件の下見は有料です。そうですか、有料ですか。いや、マジっすか。これちょっと大変そうじゃないですか。じゃあやってみましょうか。せっかくですからベルトコンベアを使っていきましょうか。ここでモーター作って、ここから流して、販売に流すみたいな。ここへ出すみたいな。行ってみようか。これって今日はライン組むだけで午前中が終わりそう。かもしんないっすね。物流こうでしょ。こう、あれ届かないじゃん。いいのか。どうしようかな。ここら辺なら全部カバーできる。いずれここら辺にも工場とか置くんでしょ。また複雑な。ここに置いて、ベルトコンベアの稼働具合は見てみたい気はする。まずは部品を手前で作り、ベルトコンベアで運び、合体させ販売って感じじゃない？こんな感じかな。ここに置けばいい？ここに置けばいいかな。まあ、置いて後でね、移動もできるから。で、何作れてたっけ？モーター？モーターモジュール。ステッピングモーターってやつでいいんだったかな。社長、経営顧問からアドバイスが届いてますよ。その場所で細かい部品作り、ベルトコンベアで運搬、そして合体加工じゃないのかなと思ったが。なるほど。じゃあちょっと置いてみて。モーター、ん？違うやん。稲荷が入ってないやん。これじゃないよ。モーター、これ。これを作ればいいんだね。で、材料が？歯車の材料はネジと歯車。ロッド。まずギアを作んなきゃならないね。ギア。あ、これ。で、これギア。で、ギアのためにはネジが必要。またブラック草がしますね。わら。ネジぐらいは、これで安い机でいいっしょ。これ。で、ネジにはロッドが必要。ロッド？これでいいの？あ、歯車作ってないね。歯車。これで全部かな？細かい、わら。これで全部かな？これで全部揃った。
ネジと歯車。オッケー。で、ネジにはロッドあるよ。はい、これでいいですね。じゃあ、こっから鉄を運び込んで、鉄。あとは、鉄以外いる？ネジネジ社長様のお仕事です。鉄。移動。じゃあ、あなたが、ここで、ネジ取ったやつを、ここでネジ作る。ネジ作る。作ったネジを、ここはネジいる。ここはネジいらない。ネジを、あ、でもロッドが必要なんだ。うんうんうん、では私も自社営業してきます。はい、おはようございます。おはようございます。ギアが必要。ギアは鉄。鉄さえあればいい。鉄さえあればいい。鉄さえあればいい。これでいいか？こうかな。こうか。鉄さえあればいい。鉄さえあればいい。鉄があればいい。で、ギア。ギアはネジと歯車。ネジと歯車。ネジ歯車。はい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 。じゃあこれで、はここから持ってきて、もう一個必要だ。コーナーシェル置いて、物流。はい。はい。できたのをここに入れてください。で、できたのを、誰かが運んでもらう。で、ネジもここ。ん？違う。ネジはこっち。はい。鉄はここから持ってきて、歯車をここで、ネジ、歯車で、できたギアをここに入れる。で、鉄をここへ持ってくる。ここへこうする。と思ったけど、20個必要なんだよね。おはようございます。20個必要ってことは結構だよね。やめよう。この流れは良くないわ。これは良くないな。社長、外回り、病院に行ってきます。行ってらっしゃいませ。
このでっかい、でっかい棚使おう。ここに集約しよう。20個作らないといけないやつは自前で作らないとダメなやつなんですか？そうですね、自前で作んないとダメですね。どうしようかな。ここどうしたらいいかな。こう。視聴者60人突破ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに台の倒産は無く全面はクリアです。絶叫はこの面で聞けるかな。わら、害虫がないからな。こう、こう。いやー、どうしよう。レイアウトがすごい悩むね。できるだけ人の動きを、移動を少なくしたいんだけどな。どうしようかな。どう置いたらいい？こう。いやいや、人入れないや、これ。こうすれば、こっから移動するの、移動する距離は短い。入らせない。こう。こう。こう。ここが、ここのスペースがすごいもったいないな。こう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 しとくか。これで行ってみようか。3つあれば20個いけるっしょ。モーターいい感じでは。モーターが3つ作る場所があればいけるっしょ。搬入エリアが邪魔で入れない気がする。じゃあなんとかなんとかいけんじゃないですかね。あ、これ届かんね。移動。こう。これで。じゃあこれで いやできたのをここへ戻すか。いや、いけるか、いけるかな。これぐらい、これぐらいいって、これぐらいいって、でギアはいいじゃんね。一番端が届いてないのかな。で鉄を運んで、であとロッドじゃんね。ロッドをここでできたから効率化を求めるのに手作業ってのがすごいゲーム。とでできたのをここへ。で、できたのを。できたのをここへ。ここへ。で、で、ここに来たのを。ここへ。で、販売できる。はず、はず。はず、流れるはず、これでいけるはず。
本当に？何人っすよ？ 1,2,3,4,5,6,7,8 9人？ 9 人 3,4,5,6,7,8,9 じゃあ皆さんお願いします。お願いします。じゃあ仕事のやり方はね、このマニュアルに沿ってやってくれればできるはずだから、できるはずだから、できるはずだから、頑張ってね、頑張ってね、みんな頑張ってね。あと一人はここお願いしますよ。じゃあこれでうまくいくか見てみましょう。こっちだよ、こっちがね、君たちの新しい職場だからいいでしょ。いいだろ。頑張ってくれたまえ、頑張ってくれたまえ。頑張ってね。ちゃんと流れてるかな。大丈夫かな。14円うざダブルうざって言われてそう。そうかな。でギアまで作り始めましたね。でモーターにはこのギアができれば、あ、作り始めました、ね。進んでる。いいですね。オッケー。いけそう。あとはちゃんと流れるかどうかですね。部品の過不足がちょっと心配ですね。どうかな。1個流れてきましたね。あれ？あ、いた。来たよ。赤字がすごいんだけど大丈夫？オッケー。これで20個作ればいいんだろう？どう？ 3 つで足りる？机。3つで足りる？モーターのライン。どうかな。いけるか。白髪の細い人の負担よ。ベルトコンベア使ってるのにすごい非効率。確かに。どうや。どうですか？こんなんで。あと2個でクリアです。でもモーターって高く売れてんの？オッケー。どんなロボットを作りたいか決めた方がいいですね。アイディアはある？施設全体が汚いですよね。クリーニング機はどうでしょう。はあ、すぐに始め。まだです。材料を揃えなければいけません。持続するためには計画が必要ですよ。はい、どうしたらいいですか。なんですか。もちろんガンダムだろ。研究すればいいの。分析デスク1つと研究デスクが2つあれば始められるはずです。はい、研究しろってことですか？そういうことですか？じゃあ、
研究。研究デスク一つに。今度はロボットですか。今度はお掃除マシーンですね。分析デスクが二つ。ん？いいんですか？いいんですか？分析デスクが二つ。これでいいか。猫の遊具やぞ。研究タイム、ルンバ作成ですね。ルンバ作成ですね。こうで。ここ次はウバカ。なんかね。なるほど。私電池の研究するのがいいと思うんですよ。材料が少なくて。人それぞれかもしれませんが。で、単一電源。こう。これでいってみる。こうして、こう。で、ここは電池。電池は化学。化学。電池需要は安泰のイメージ。化学。これでどうですか？物流。ここに化学物質入れて。電池の容量大事。で、電池。で、ここは電池の研究。自分も電池で分析してました。あれ？ここやってなかった？電池。なんだ。あ、物流。電池。よし。これで、あと研究ですね。研究は？はは。いろいろありますね。一番カテゴリーが低いやつをやればいい？これかな？これだ。小型ケース。何のケースだ？よくわかんないけど。じゃあこれで行ってみましょう。1、2、3、4、4人必要。1、2、3。爆弾。じゃあ君たちね、これ。今日の職場、これから君たちの仕事はここで頑張ってね、期待してるよ。じゃあお願いします。あれ、一人怠けてる？あ、違うのか。電池がないよって言ってます、ね、昔は電池のない携帯売ってたのに、わら。すごい昔の話ですよね。さあ、頑張れ。4秒に1個だ、4秒に1個。いい感じですね。これで研究が進めばいいの？進むかな？もう一個分析必要かな。なんて言ってた。分析が一つ、研究が二つ。ストップウォッチ持って測ってそう、社長。研究が一つ。研究デスクが二つ。間違えた。研究デスク二つか。研究。じゃあここで研究して。もう一人雇うよ、もう一人。あ、俺が研究する。俺がやる。私が研究すればいいんだろ。ほらほらほら。任せろ。昔取った
シャッチョさんにまつわりついてるダンバインのキャラみたいの何ですか？ん？あ、これは天が君ですね。天が君です。俺は研究マン。あれ？研究が進んでないぞ。分析が足りないんじゃないかな。社長、動きます。あ、こうか。こうして、こうすればいいのか。やるぞ、やるぞ。任せろ。研究なら任せろ。やったぜ。うん。はい。施設全体に。従業員、あの社長が働いてる。明日は雪かな。はい、なるほど、てんちゃんか。すべて。次の従業員魅力的。建物を見払ったんですか。あ、住宅ローンの返済。ああ、なるほど。なるほど。はいはい。クリーニング機を設計して生産を始めるときが来た。はあ。1週間に10個ですか。欲張りますね。ってことはデザインしないとですね。任せてください。デザイン任してください。新しいもの作成。クリーニング機。掃除機なんですかね。この中で一番簡単なのは、おしゃれな筐体。いや、窓付きが簡単。一番革新的なデザインをしよう。これで、はい、モーターがあればいいの。ファイルは、なんかそんなにいいものを作んなくてもいいんじゃないの。電池とかさ。あれ、電池は今回審査外ですか。じゃあさ、この安いので作っていい？安いので。この、もうモーターと。あ、4.4。素晴らしい。簡素な回路と。シンプルイズベスト何ですかね。簡素な回路とこれ。うん。で、バキュームキューブ、クリーニング以下、モップ。なるほど。こんにちは、倒産は回避できたんですか。回避できました。よかったです。ありがとうございます。え、チって下打ちしないの、そこで。じゃあバキュームということで、中身を安いのにして外見豪華にすれば売れるぜ、ゲスカオ。じゃあこれで行ってみましょう。部品の互換性、アピール力、完璧ですね。バキュームですからね、この名前で行ってみましょう。はい。おいおい、わらわら。これで行きましょう。バキューム力、万全ですよ、これで。行きましょう。じゃあこれ作って、行きましょう。なんかめっちゃ可愛い。で、名前、わら。戦車みたい。イタリアのスーパーカー会社、ホーティーで会う？そうですよ。名前が卑猥。いや、卑猥じゃないですよ。心が汚れてますね、皆さん。ダメですよ。由緒あるイタリアの国名ですからね。国名ですからね。ダメですよ、そんな。
ここら辺で作って出荷するみたいな感じにする？ここら辺で作って出荷みたいな感じにする？じゃあ、組み立て台。3つもあれば一生。作業さんのチャンネルの影響ですかね。普通の名前ですね。わら。普通の名前ですよ。普通の名前。ごく普通の名前ですよ。園長、お墓に来、徹底的に潰せ。ここ。今度からは、モーターは、ここに運び込んでください。あれ、物流か。モーターはこれから、ここへ運び込んでください。お願いします。お願いします。はい。あとは、ここに、レシピを置いて、制作マニュアルを置いて、あと簡素の回路ですね。簡素。10周年でフェラーライフ48票待ったなし。簡素の回路を作りましょう。簡素の回路、簡素の回路、簡素の回路、電子部品、簡素の回路あります、ね。簡素の回路はこれ。材料は回路基板と電子部品。多分2つぐらい欲しいよね。いるかな。2つでいいかな。簡素の回路。はい。で、回路基板は化学テーブル。化学テーブル。こっちでいいかな。10秒に1個。結構作れたからこれでいいんじゃない。結構スペースが埋まってきた。この会社の株価は上がってるのかな。10個か。この材料は4個使うのか。じゃあやっぱりいい机で気分よく働いてもらった方がいいかな。じゃあこれでブブブ、これでこれを移動して詰めちゃう。ここにコーナーシルフで抜く。こんな感じ。気分よく年中無休で働く。ひどい。ここは帰る気分。で、回路基板は鉄とプラスチック。プラスチック。はい。これでできたのを、ここへ持ってくる。よし。物流。社長、いつ一部上場しようかな。株券発行会社にならないようにしないとね。あ、電子部品がないじゃん。電子部品。あれ？筐体も作ってないね。筐体も作んないけどね。筐体。筐体も2個必要かな。必要だね。筐体。筐体はどんな感じでしたっけ？これ。筐体どこで作るの？こういうのはなんとなく見入っちゃうね。あ、そうですか。いや、暇になっちゃないですか。大丈夫ですか。それだけが心配なんですよ。どうしよう、詰める？開けとく？通路。開けとこうか。怖いよね。必要なのは窓付き。
窓付き筐体。窓付き筐体には金属筐体。大丈夫 V、金属筐体が必要。こっち窓付き。信長ならどんどん面白いこと書き込むんだけど、わらわら。ああ、そうですね。金属筐体。見入ってます。大丈夫。大丈夫。ありがとうございます。金属筐体。はい。金属筐体の材料はチーム。あのさ、なんか。まあ、若干ね、面が地味よね。わら。まあ、しょうがないよね。こういうゲームだもんね。シンプルな筐体。はい。にはプラスチック。はい。シンプルな筐体から、金属筐体を作って、窓付き筐体になる。これでいいか。2個必要かな ?2 個必要だな。じゃあ、これで、これは1個でちょっと様子を見る感じで、じゃあ、筐体作りはどこでやる?どこでやる?ここでやる?ここでやるか。ここでやりますか。ここでやるとして、ここでやるとして、こうする?これだけ資金あるから複数工場使ってという暗示。そうなんですよね。ていうか建物が3つ2つなんか売りに出てましたから、いや、かなり辛い状況になるんじゃないかなみたいな。どうしようかな。入り口がなくなっちゃうんだけど。おおかい。まあ過密な工場だけど、従業員は一度働くと帰れないので、秘密対策もバッチシですね。わら。そうですよ。習近平ですよ。ここに作る?帰らしてくれ。習近平。こう。寝袋完備してんだろな、この会社。わらわら。こうしてみる。こうしてみる。違う。怖いな、戸締まりしとこ。わら。ここを窓付き筐体にして、ここを金属にして、隣の敷地帝国ホテルもびっくりの仮眠所がありますぞ。して社員は家族です、ニター。昔のゲーム会社は寝袋完備だったらしいよ、わらわら。寝る時間なんてないぞ。こう。これでどうだろう。ガラス。和骨です。戸締まりしなくても門も出入り口も開いてないから平気平気。17時に退社をして、あとはサービス残業だよな。広め、寝袋も完備して福利厚生バッチリです。バッチリです。わら。バッチリです。じゃあ物流やっていきますか。じゃあ、まず回路。回路。鏡さん、皆さん、こんにちは。こんにちは。じゃあ回路から行きましょう。まず、回路基板。プラと鉄。こんにちは。なんだと?あ、ガラスだった。鉄。で、違うよ。ここに入れるんだよ、ここに。栄養は日光から吸収、睡眠は立ったまま。鉄。これ。従業員、家で家族が待ってるんです。以前、おさふねさん、500円。おはようございます。ありがとうございます。昨日初めて政策金融公庫に行ってきました。リアルに今の事業潰れてしまいそうな零細最下級経営者です。ナイスパー。そうなんですね。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。助かります。ナイスパー。で、電子部品をここ。で、これで、ナイスパー。90年代にソフト会社に勤めてた知人がよく3日くらい家に帰らないの当たり前って言ってたし、わらわら。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。生きてくれメンス。いやー、大変ですよね、ほんとね。ナイスパー。
早く収まってほしいですよね、この状況。ジュース飲めるね。ジュース飲みます、ありがとうございます。で次筐体はまずプラスチック入れて、残り380円できたら、ここできたらここへ入れる。で、今日も今日とて社員の家を工場にしてしまってるんですね。ここから直接渡しているんだ。これからここ。ん？直接渡してる？ん？ああ給料ですね。金属をここ。ここ。でできたのをここ。あ、これ足りねえな。中ハゲ。足りねえな。どうしよう。スペースが足りないですね、棚の。棚スペースが足りないな。給料はありません。日用品は配給制です。コーナーセルフで、ちょっと。ストック小さい。ちょっと厳しいですね。これをちょっとキャンセルして、こっちへ入れて。給料なし。しょぼん。これをここでしょ。中ハゲ分かってくれてありがとうナス。エトラはここでしょ。で、いつも入ってるでしょ。いよいよ社長しか LINE が分からなくなってきてる。そうですよ。やばいっすよ。これいらない。ん？金属筐体はいる。ガラス入れる。やばくない？スペース足りなくない？ガラス、筐体、金属。で、ここ。で、できたのをここ。これでどうよ。これでどうよ。ちなみに私の平日で仕事の朝食はなし、昼は自動販売機で販売しているパン1つだけですよ。いやマジで、帰りはコンビニ弁当だけど、わら。あの鏡明幸って人が経営している工場やばいらしいから監査にお願いしたら、あそこの工場はあんなものと相手にされませんでした。ひどい。で、ここにこれ入れる。で、ここから。社長、空いたスペースでマスク作りましょう。3300円で。3300円で。家族が捜索願い出してそう。わら。朝日ですね。必要な人数は ?1、2、3。自動販売機のパン面白いですよね。7人。とりあえず7人。とりあえず7人。1、2、3、4、5、6、7。じゃあ、君たち、お願いしますよ。お願いしますよ。ここと。奥様、あの工場潰れるらしいんですって。ダメだ、そういう風評被害出しちゃ。メガネがハイセンス。これでちなみに、本住所は富山県で、長崎市に転勤中で半年経ちました。わら。さあ、皆さん、働いてください。どうかね、君たち。人足りないかな？大丈夫かな？運搬にもう一人雇っとく？ちょっと、かわいそうになってきた。一人で回せないでしょ、これ。はるばるですなぁ。君、ちょっと配送部門に。企業戦士ですな、お疲れ様です。もう一人いるかな。ちょっと太っ腹で、3人。この工場の要はね、君たちだよ。君たちが要だから。ドラムといえばミラージュランド。君たちが要だから。このロジスティックがね、重要なんだよ。回るかどうかが。社員、社長、ご飯1杯と鮭と漬物は、給料として出ますか？赤字額がやばい。あれ？
今モーター運んでいかなかった。あれ？ちょっと待って。モーター、モーター。あ、モーターね、これ。ん？モーター。黒人ブラさんは嫌な従業員やな。わら。自分は結構物流社員多めにしてました。モーターいらないっす。モーターはそっち持ってかないで。右上の真っ赤なのは何？これは赤字です。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。君は何？金属が足りない？大丈夫、大丈夫。やばない？通気で黒になればいいんですよ。通気で黒になれば。あ、そういえば、売れる？大丈夫？売れますかね？このフェラーラ1号は売れますか？物流社員は1種類に対し 0.8 人計算でいけるよ。何投資だから平気平気。平気平気。吸い込まれるお金。0.8 ってすごい、すごい厄介な数字ですね。これ回ってんのかな、ちゃんと。こんにちは。こんにちは。大丈夫、回ってる？回ってる？4種類あれば3人という感じです。あー、かなり動かしてるかな。在庫管理、売掛金、頭が。もう一人雇っとく？もう一人雇っとく？ちょっとやばいかな。もう一人雇ってみる？二人雇って。サモンさん生放送オツでした。一人こっち。あ、ライン組んだ。これ、回ってなくない？物流拠点一室で大丈夫？リアル精神やんで休職中です。そうかそうか。鏡の絶叫が癒しです。そうかそうか。物流拠点もう一個必要ですね。同節1日20円だし。ありがとうございます。スーパーサラリーマン雇う。これだ、これだ。327さんアザッス。ここと、ここら辺。空いてる机とかあるから雇っても良いかも。ただし、1対1で動かしてる運輸だと、1対1でないと無理。物流集約ならいけるけどね。で、社員、利益、どう？でそう？意味深、ゲームのシステム的にないんだろうけど、従業員はストライキとか暴動とか起こさないのかな？起こさないっすね。起こされたら困りますね。物流物流。よいしょ。モーターと筐体と、これやって。君は近いから、ここへ直接持ってって。これでいいっしょ。そうすれば物流の負担が減るっしょ。リアルな大企業でも労組ないところあるから大丈夫。我が社は笑顔の絶えないアットホームな職場です。です笑顔の集合写真。基本2、3ヶ月ぐらいでストライキ起こしたらこの世に会社がなくなります。従業員、家に返せ、給料を現金制に。この会社ストが起きたらすぐ潰れるね、わら。従業員、社長の首取ったぞ、AAO。今日、モーターが結構足りない？あ、研究が1個終わった。じゃあ次の研究をお願いします。次の研究お願いします。次の研究お願いします。お願いします。じゃあティア6を進めればいいのかな。はい。で、なんですか。ほう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 。同期です。労働基準法違反で調査に来ました。ちなみにこのゲーム飛行的には派遣社長扱いですね。流れてるベルトコンベア。市場での地位を確保するために生産を増強する必要があります。はいはい、はいはい。すみません、老期の方から来ました。わらわら。ベルトコンベア部品を作れば解決します。はあ、はい。あのさ、まだ赤字なんですけど、次のステップ進んじゃう？てか、まだ1台も売れてないの？売れてないんちゃう？
簡単に次のステップ進もうって言ってるけど、大丈夫？大丈夫？陳腐化はしてない？黒字だ。あ、黒字になりましたね。よかったよかった。次は何をすればいいって？同期 X 月 X 日に監査に伺いますから隠蔽お願いします。黒字になった。ベルトコンベア部品、ベルトコンベア部品、あ、これコンベア部品。10秒、うんうん、何が必要？スペースキーで時間止めてもいいのよ。そうですね、これ、はい。すっげー黒くなってる、はっきりわかんだね。ロットとプラスチック、ロットとプラスチック歯車、あ、下にありますね、下にありますよ。ここにこの会社の社歌は根拠ですね。わかります。ロットと歯車、ロットと歯車、ロットと歯車、歯車。1日中工場内が電気ついていても、厚労省から目をつけられないってきっと有料な会社が工場経営しているんだろうな、遠い目。自己資本比率が 50% になりそうな会社ってここですか？従業員、社長が別工場に行ったぞ。今の間に帰ろう。社長はキム・ジョンウンだったのか？シャキとシャカがないと日本企業じゃないよ。わら。これこっち。ロットと歯車、トットコハム太郎。めんどくさいな。同期、鏡社長、社員が帰宅できないという訴えと残業代が未払いとの訴えがありますが本当ですか？俺が作ればいいのかな。ちょっとスペース借りるよ、スペース。歯車とプラとプラとプラと、ちょっと待ってくよ。鏡社長、それはエイプリルフールです。プラとロットと黒字になったから人雇いません。ダメだダメだ、そんな怒っちゃダメだよ。ロットと、なんだっけ、歯車いただいていくぜ。これで俺が作ればいいんじゃねえの、ここのミッションは。従業員、あ、6個しかできない。こんだけあって6個しかできない。頑張るよ。作るぞ。生産するぞ。10個作ればいいんだろ。なんか鉄が足りないとか言ってるけど大丈夫？物流滞ってない？もう一人ぐらい雇う？なんか忙しそうだね。真ん中は一番偉いやつの縄張り。社長が頑張ってる。頑張るぞ。社員も頑張らねば。そうだ。相変わらず業態は気なんですか？筐体はね、窓付き筐体にしました、今回。キーがなかったんですよね。またちょっと仕入れてこないと。仕入れが足りてないかも。仕入れが足りてないのか？どうなんですか？ああ、鉄がちょっと厳しいみたいですね。もう一個増やしますか？どうですか。ああ、鉄がやっぱ厳しかったんですね。ありがとうございます。厳しいですね。結構厳しいですね。今ふと新型コロナの情報を見て、死者が世界で15万3000人に対して日本は148人っていう数字、中国の発信情報並みに信じられないです。売れてるなぁ。陳腐化が始まってないのかな。まあ、ネーミングが良かったのかも。わら、鉄使うな。ナイス米。なんだっけ。プラ、プラ、
プラちょうだい。プラ。同期監督官は特別司法警察職員だから強制捜査もできるで、逮捕権もある。ああ、わらわら。さあ、作るぞ。生産するぞ、生産するぞ。死者の数字がぼやけたら怖いわ。感染者数はぼやけても仕方ないけど。在庫はどうよ。モーターが足りてない感じだね。でもさっき鉄がなくて滞ってたから、ラインが復活すればいけんのかな。どうかな。ちょっとモーターが滞ってますね、かなり。タコみたいに柔らかい動き。よっしゃ。死者数は必ず報告されるから、漏らすことは絶対ないよ。信じる信じないはあなた次第です。なんか赤字なんだけど大丈夫かな。自滅行為ですよ。ほうほう。競合他社より。病気以外も全て知らせるからね。上に行かないといけない。クリーニング機を一新しないととか言ってるけど、ちょっと待って、新婦化始まってる？始まってないじゃん、大丈夫じゃん。なんだよなんだよ、びっくり。びっくり、脅かさないでよ。ケースモジュール。はいはいはい。そうしましょう。うん。カテゴリー、ケースカテゴリーのモジュールを一新しましょう。少なくとも1週間に10個作成しま、あ、制作しましょう。はあ、ははあ、ケース、ケース。まだ俺作ってんの？耳元でささやく従業員、赤字屋で。まだ作ってんの？いや、モーターが足りてないみたいですね、モーターが。はい。で、ケース。ホームレスとか一人の老人のそれとかはきちんと入ってるのかなって思っちゃうし、世界と比べて少なすぎだからびっくりしました。粉飾決算待ったなし。わら、今回は掃除機ですか？ BGM もまたいいな。10個作ればいいの？本当に。大丈夫？本当に？本当に？また後でなんかやれとか言われるんじゃないの？大丈夫？じゃあここに、あ、そうそうそう、陳腐が始まってない。大丈夫？週に10個。あ、大丈夫大丈夫、セーフセーフ。週に10個？あ、週に10個か。穏やかな BGM ですよね。週に10個か。週に10個か。どうする？週に10個か。どっかに作る？ケース。おにょく？うわ、狭いんですけど。何赤字だって？そうだ、電話一本で簡単に借りられる謎の業者にお願いしよう。ケース。ちょっと届いてもらっていい？これケース。死神、呼んだ？わら。これ。どうしようかな。来た。ギッチギチで信長の門前みたいじゃん。押すな押すな。まだ入るっしょ。詰め込めるっしょ、まだ。じゃんじゃんバリバリ作るにゃ、売るにゃ。鉄入れて、なんだって？なんやって？え？空きスペースがない？マジで売っちゃってんの？マジで言いますか、それ。減らせよ。何やってくどう？ 2 個ぐらい。3個。これで。4個。
これで。あ、違う違う。鏡さんの会社のモットーは、明るい笑顔とか楽しく労働とかですかね。鉄。火事が起きたら大変なことになりそう。鉄入れて、ネジ。ネジは、ここにあったっけ。ネジ入れて。あとは？あとは？あとは？ロット、ロット、ロット。1個2個3個。ロット、ロットを入れる。あ、違う違う。ロットを入れて、入れて、入れて、ネジ入れて、ネジ入れて、鉄入れて、鉄入れて、で、ケース戻す。ケース戻す。これでどうや？これでどうでしょう？二人、二人。どや？二人。じゃあ、君たちこれからケースを作ってくれたまえ。ケース。テンガロンハット、リアルだと、ここの工場の棚整理できるのかな？と思うだろう。仕方ないけど、わら。もう一人追加しとこう。物流が命だよ。できた製品出荷しないと溜まっちゃう？あー、できてますよね。出荷できてると思うけどな。細いおばさん。大丈夫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 。はげてるはげてる。出荷用。するこれ。こんにちは。こんにちは。モーター足りてない？足りてないね、さっきから。モーターの材料はどう？足りてる？いや、なんか鉄が足りないね、鉄が。大丈夫？もう一箇所モーターライン増やす？増やしてみるか。増やしてみるか。私、第二工場で働きたいです。移動申請をお願いします。真面目、増やそう。ちょっとやばそうですね。やばいですね。増やしますか。はいはい。やべやべ。ここで来ちゃったの？陳腐化が。顧客満足度にうるさかったのよ。はあ、ははあ、はい。テクノロジーが進歩することに。タイミング、わら。あー、陳腐化が始まっている。 4.4 もあった市場アピール力が下がっている。大容量のクリーニング機を作れば大成功。ほうほうほう。ケースモジュールを。第二工場は運ぶだけの結構大変な激務で働きたいです。ちまなこ、早かったね。なるほどなるほど。大丈夫かな。来たー。新しいのを作るんや。私に任せてください。私に任せてください。あ、もう11時なんですね。じゃあ、設計してラインまで作れるかな？いけるかな？社長、いけるかな？ここは吸引力の変わらない掃除機を生産すべきです。そうですね。待て。じゃあ、窓付き筐体はそのまま使って、じゃあ、貝を作ればいいんじゃないの？小型ケースがあればいいんじゃないの今回。で、モーター2つで、で、ローション分泌機能を実装しよう。これでどうですか？3.9。まあ。もうちょっと回路強化すべき。素晴らしい。もうちょっと回路強化すべき。ローション、わらわら。論理回路にすべき。いやー。
でも既存パーツで行った方がいいな。真ん中ゲージは既存パーツで行きますか。やっぱり強化経年能力者社長、能力上がらない。これでいいんじゃないの。ギリいけるっしょ。いけるいける。そんなどうせ陳腐化するんだから。あと少し。安いので行こうよ。安いので。大丈夫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 。能力なんてね、飾りですよ。真ん中の能力上げれない。能力なんて飾りですよ。互換性は大事。いやこれね、もう一個上げるとね、この騒音が上がってアピール力が上がらないんですよ。アピール力下がっちゃうんですよ。ダメ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 。あげはダメダメ。部品増やしてさ。そうなるのか。部品増やしてもさ、アピール力変わんないなら、ない方がいいっしょ。いいんだよいいんだよ。騒音しちゃう。これでいいんだよ、これで。じゃあケースをつけただけだから。新部品は次の商品でいいね。変わらんのか。アピール力変わらないですね。ならいらんね。じゃあフェラーラ1号回で。騒音を低下させるパーツはありませんか。将来的にあるんですかね。どうなんでしょう。じゃあ上がるならいるけど無理ならいらないね。回わら色違いで。あ、ピンクの唇いいじゃないですか。これでいきましょう。きっとこれが訴求力を高めますよ、商品の。技術上げるしかないか。大丈夫大丈夫、これでいきましょう。じゃあこれからね、君たちこらこら、わら、いやくさ。1号回でたらこ唇、わら、たらこ唇のこの1号回でこれを我が社のシャウンをかけた商品としてこれからね、タコ掃除、わら、やっていくから頼むよ頼むよ。これいらない、これいらない。頼むよ。ケースを追加して。はい、なんだ。作業さん、卑猥な配信主がここにいますよ。ここわら。仮面ライダー新1号とか、わら。違う。君は、あれ？あんなに吸い込まれたらもげちゃうで。これはいらない。君はここへ直接。で、これはここへ。これはここ。で、これをここ。ここ。ん？なんでケースびっくりマークついてんだろう、これ。ん？いや、もう、流れつけたのにな。まあいいや。ん？ああ、こっちも切れてるってことか。フラーラ V さんとか、わらわら。はいはい。よしよし。これで OK だね。これだけでいいんじゃないの？これだけでいいんじゃないの？今回、部品は買えなかったから。これで流れ、こんにちは。こんにちは。これで流れるんじゃないの？びっくりマークにびっくり。これでいいんじゃないの？いけるんじゃない？いけるっしょ。どう？あ、そうそうそう、モーターのラインを強化しようっつってたんだ。これをちょっと撤去して、モーター。でも、陳腐化早いかもしれんぞな。余韻でね。ここにもう一個、モーターラインを。モーターのライン。出荷側の物流も変更が必要かな？あら、赤字。まあまあ、ちょっとの赤字はね、我慢しましょう。よいしょ。社員もう一人。君はここでモーター作って。オッケーオッケー。よしよし、行きましょう。あ、そう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 。これ、
これ在庫まだあるの？1号はまだ残ってんの？在庫どうなの？1号の在庫ある？え、ちょっと待って、なんで滞ってんのこれ？ちょっと、どうしたの？なんでこんなに滞ってんの？あ、売れてないってことね。めっちゃ詰まってる。売れてないってことね。詰まってる。1号が売れてないってことね。じゃあ、3ぐらいにしてみる？ 3 ぐらいに。アピール3ぐらいに。これで。社長、それ返品です。どうですか、これで。これでどうですか？一号首。物理。これキャンセル。君ね、この販売エリア2にもちょっと運んでよ。陳腐化早いですね。買いで挽回しよう。桜島1号とかにしないと、わらわら。運んでよ。頼むよ。ベルトコンベヤー、滞ってるから。頼むよ。しっかり頼むよ。そう。それでいいんだよ、それで。よし、売れた。これで大丈夫だろう。1号買いはどう？ 10 台売れる？ベルトコンベアが短すぎる問題、わらわら。もう、いや、でもな、ちょっと値下げする？ 11 台。社長じきじきやぞ。第二工場社員、は、すみません、寝てました。こんなもん。どうかな、これで。どうかな。なんか困ってることはないかね。鏡社長、売れないのは営業努力が足らんのや。売れるまで会社に帰ってこなくていいよ。そうだ。この会社って主にジョークグッズを製造販売しているんでしたっけ？いや、そんなことないですよ。ちゃんとした。用途は掃除機ですからね。他のに使わないでくださいよ。お願いしますよ。皆さん分かってると思いますけど。君は何？ちゃんとしたフェラーラです。ああ、運んでる人ね。はい。この人の仕事が一番楽だったような。一番楽のような。この人が一番楽だな。ここでできた製品を運ぶだけの仕事。やった。ニュースフラッシュ。Get your eyes and ears ready. A company is gaining momentum.お笑いを前進するただ一つのジョークグッズ、御社の製品がアウトショップで販売されているのですが、ダメですよ、そんな用途外に使っちゃダメですよ。 I'm gonna be late for my dancing lesson. じゃあこれで、はい、これでかなりの利益、ああ上がってますね。楽な社員を許さない社長、今回は順調でしたね。さそうな話ですね。はい。何ができるの？宅配ロボット？え？宅配ロボットを設計するの？え、マジ？いつの兄か10万超えてたのけや。え、ちょっと待って。え、チンプカ始まってない？始まってる。え？あ、始まってない。オッケー。始まってない。ドローン、え、宅配ロボットを設計、なんだって、ドローンちゃん復活か。ドローンですね。え、マジで、ちょっと待って。え、宅配ロボット、これを作るんですか？宅配ロボットは未来やん。マジですか？どうしよう。そうなの？設計だけしてみる？
いやでもさ、ドローンちゃんやったね。新しい仕事先だよ。同じ部品で作ろう。わら。これ別だよね。別口だよね。別ラインですか。別ラインだね、きっとね。空飛ばないぞ。わら。別ラインだよね、これ。だからこっちの工場で作るような感じかな。エリエックスルマシンか。こっちで作るって感じかな。掃除機とはまた別の今のラインだと難しそう。ドローンしょぼんしょぼん。別のフェーズですよね。というか別カテゴリーですよね。全く。だからクリーニング機は売りつつ宅配ロボットを作っていけばいいんじゃね。いいんじゃね。強そうなのがいいな、宅配ロボット。じゃあちょっと設計してみましょう。宅配ロボット。要は別工場だろ。別工場で作るってことですね。じゃあ窓付き筐体をまた採用してみる。はあ、上からのベルトコンベアを活用じゃね。ミサイル搭載で同じやす。速度、移動力、モーターなのか。うわー、ちょっと厳しいな。いやー、これ厳しいっすね。新型モーターを開発する必要ありますね。これ新型モーター開発ですね。ちょっとごめん。ちょっと新型モーター開発しないとちょっと厳しいかもしれない。研究。モーターパワー不足。研究。最近良い部品で高性能、低価格でドローンを販売していますってクムが流れてたね。ここに、ちょっとごめんよ。俺用の研究ですと。あ、これが終わらないと研究が進まないのか。そうか。じゃあ、俺も手伝うよ、俺も。やるよ。任せて。研究任せて。わしも手伝うよ。新型モーター開発。腕がなるぜ。いやー、でも研究ポイント足りないな、これ。分析デスクも用意しないと。いや、これ、すっげー邪魔なんですけど。社長邪魔ですって言われそう、これ。いや。そういえば、御社の掃除機が利根書店で販売されていたのですが、用途は何ですか？いや、何ですかね。ちゃんと使ってほしいですね、用途通りね。わーい、社長も前線で働いてくれてるよ、洗脳済み。働くぞ。率先して働かないとね。よしよしよし。OK。次はね、まずい。次はね、モーター。モーターちょっと強化しないといかんね。モーター。新しいのあるし。あった。これが必要なんじゃない？中型ミシンモーター。ダミアと提携しないと。やろうぜ。研究ポイントあるね。わしもやるよ。わしも手伝うよ。研究するぞ。やるぞ。スピード早めよう。社長は社長室、ベンチで仕事してください。いや、会社のためにね、私も額に汗してね。ハイパーブラックモーターパクローゼ。皆さんと一緒に仕事をしていきたいと思います。やるぞ。新しい机に人配置が。これはね、ちょっと分析デスク、ちょっと自分で分析する時間があるかなと思っておいたんだけど、どうかな。意外といらなかったかも。なんていい社長なんだ。そうだよ。
僕はね、社員のことを考えてるんだよ。社員の幸せがね、僕の幸せなんだよ。いい話だな。出勤消すぞ。頑張るぞ。あれ、選挙でも出るのかな、社員、社長。手が遅いです。え、マジか。マジで。否定社長だな。みんな赤髪社長のいいところを挙げるんだ。そしたら給料ものすごくアップしてくれるらしいぞ。あとたっぷりのボーナスもつけてくれるらしいぞ。そうだそうだ。電池。ちょっと電池くれよ。俺が研究するよ。研究するよ。うら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 ら。頑張れ。最後まで中たっぷりのボーナスだと。やるぞ。研究するぞ。頑張れ俺。いいところ、毎日動画と上げてくれる、願望。動画編集すげえ時間かかるからね。いやー、つらいっす。いやー、研究時間かかるね、結構。うお、社長が頑張ってらっしゃる従業員。頑張るぞ。頑張るぞ。てか、鉄足りてない？さっきから。大丈夫？回ってる？一応回ってる。大丈夫っすか？売り上げ。大丈夫っすか？あ、まあ、ここら辺で。研究するぞ。どこぞのカルト集団グサがする。いいところ、毎日生放送してくれている。錯覚。ここら辺でなんとか、まあ、安定期に入ったようだね。でも、利幅 32% って。会社は儲かってるね。ちょっと低いよね。6割は欲しいな。もっと部品代ケチらねえとダメだな。え、鉄足りないの？足りてないの？もしかして。足りてない？それとも運び手が足りないの？あ、悪いとこ出た。運び手が足りないのかな？そういうことを言い出したらフラグやん、わら。運び手が足りないのか？あ、いや、鉄も足りてないな。これでどうだ？研究どう？鏡社長が画面の前でふたちゃーって顔してるのが思い浮かんだ。いや早送り再生おもろ。単一電源矢印電源スタックにすると開発1、5倍の速さにならんかな？内部留保より社員に還元まだ？電源スタック？ああ、電源スタックね。電源スタックって作るのどうだっけ？電源スタックってどうでした？ごめん、おばして。電源スタック。いや、でも材料多いっすね。面倒っすね。面倒だからっていう理由。あ、終わった。この売り上げ黒字がどんどん上がるの結構好き。わら。じゃあ、研究しよう、研究。俺もやるぞ。俺も手伝うよ、研究。キャラが喋ったりしたらおもろそう。うるさいか。うるさそうだね。ここら辺すっげー滞ってんだけど。
死後現金か。どうだどうだ。やるぞやるぞやるぞ、やるぞ、もっともっとやるぞ。ミニ四駆にあんなモーターあったな、わら。社員、社長、賃金が未払いです。いや、未払いじゃないよ、ちゃんと払ってる、気前よく。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。鉄がないよって言ってるな、言ってるな。粉飾決算待ったなし。人も足りないのか、人も足りないのか。もう一人雇っとく。気がつくと現金が18万か。もう一人雇っとく。ここへ。税務署の方から来ました。かなり儲かってるって聞いてますが。あ、いえいえ、ちゃんと税金納めてますよ。あの、税理士さんに聞いてください。税理士さんに。税員なんですけど、おかしいなぁ、給料。よっしゃ、よし、よしよしよし。モーターができましたから。こんにちは。こんにちは。次の研究処理速度。通機長、社長、別見の時の金山城戸がまだです。早くください。お願いします。あ、で、研究ですね。あ、デザインですね。これ何これ。まあいいや、編集しよう。外観、はあ、へえ。ミニ四駆だったりゲームウォッチだったり、ここの世界線は20世紀ですか。すごいですね、これ何なんでしょう、これ宅配ロボット。子供が乗るおもちゃみたい。すごくない。工場系、これでいってみましょうか。ワゴン、中型 DC モーター。あ、一撃でいける。いや、なんか騒音光害がすごいな。大丈夫かな。ケース、大型ケースつけちゃう。で、処理、このプログラマブルサーキットで。すげえ。タカラトミーのミニカーかと思った。わら。これ騒音のせいで評価が上がらないですね。こんにちは。こんにちは。じゃあ筐体変えればいいのかな。騒音光害。宅配ロボットです。ーはーはー。ミサイル発射。自動 窓付き筐体は騒音光害が 0.2。拡張なら騒音光害マイナス 0.3 ってことは、こっちの方がいいってことですかね。拡張めんどくさいですけど、拡張筐体作ってみます。これでどうですか。なんか思ったよりアピール上がらないっすね。これでいってみます。ジュルリ光沢は熱損失がここら辺ですかね。筐体は拡張筐体にしますか。ほいじゃあこれでいってみます。これでじゃあ宅配くん、宅配ね、宅配ね。じゃあ他つけても効果なし。拡張されるゆゆう。じゃあ佐川くん1号で。チンプ化も考えて4は欲しいけど。いやー、でもなー、でも振り切っちゃいますよね、これ。たっくん、じゃあ小型ケース2つにしてみる。承認喚問されそうな名前だな。わら。小型ケース2つにしてみる。
そうしてみます？小型ケースを2つにします。そしたらなんかいい感じですね。じゃあこれでいってみましょうか。じゃあ佐川くん1号はこれで、これでいってみましょうか。というところで、いい今日は終わりにしようかな。上がるね。多分ラインを組むと、なんか似たような宅配業者知ってるが、うん、気のせい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 、さっき従業員から話聞いたんですけど、なんか入った初日から白いお薬渡されて、毎日3食後にそれぞれ飲めって言われたって聞いたんですけど、本当ですか？いや嘘ですね。午後もしたいな、わら、おっつおっつ。じゃあこれで佐川くん1号、人肉少しくらい食べてもバレへんか。これで第二工場に佐川くん1号のヒロポンと言います、わら。お疲れ様です、午後しくよろう、またねー。いやこのスペースでできんのかな、なんか狭くない？第二工場。それか建物を買う。あ、買えるね。細長い、買えるね。上のはいくら？6万ですね。ここで作る？ここで作ってみる？買わないと。搬入エリアあるからいい物件だ。ここ買ってみる？買ってみるか。買ってみてみる？ちょっと。はい。十分広いね。あ、あるある。購入エリアもある。じゃあここで作って、でここに乗っけて出荷する。あれだな、早くしないと売り切れちゃうよ。出荷するみたいな。いいやん。ええやん。でここから運ぶ。いいですね。あとはベルトコンベアで搬出だな。そうですね。じゃあ来週はソルド、おっと、来週はここから行きましょうか。じゃあちょっと大きくなったな、うちの会社も。これもわしのおかげだな。ということで、この公園に、公園じゃねえ、ベンチに座って、座来週が長い、わらということで、来週はここからスタートさせていただきます。ということでご視聴ありがとうございました。午後からは、信長の野望ですね、やっていきますので、よろしくお願いします。では、失礼いたします。よろしかったら高評価お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。日陰、笑。